ねえ聞いてよ、ばあちゃん。私ね、今度結婚することになったの。ついに彼にプロポーズされちゃったわ。まあ、なんておめでたいの。やったわね、みんな。彼氏さんと末永くお幸せにね。もちろん、私の彼、お金持ちの家の息子なの。しかも彼自身も会社を経営しているし、すごい人なのよ。私はそんな人の奥さんになるんだから。それは本当にすごいわね。ということは、結婚式もとても豪華な式になるのかしら。こりゃまだまだ長生きしないとね。ミアの素敵なドレス姿、おばあちゃん楽しみにしているわ。あ、それは大丈夫。結婚式のおばあちゃんは招待しないからさ。だから長生きとかしなくていいよ。なんならもうくたばっていいし。え？あのね、結婚報告と一緒に大事な話があるの。私結婚記におばあちゃんとはもう会わないから、私とは今日限りで絶縁ってことでよろしく。よろしくって何を言い出すのよ。絶縁だなんて、どうしてそんな寂しいことを言うの。私は寂しくないもんね。むしろ邪魔だから早く絶縁しちゃいたいの。可愛い孫の気持ちおばあちゃんなら分かってくれるよね。全然分からないわよ。私何かミナに嫌われるようなことしたかしら。どうして絶縁したいのか理由教えてちょうだい。だから邪魔だから絶縁したいんだって。私の婚約者はお金持ちで社長なの。つまり将来の心配も何もないし、私は妻として毎日遊び放題なの。でもおばあちゃんはもういつボケてもおかしくない年齢でしょ。転んで怪我でもしたら介護だって必要になるかもしれないし、そうなったら私の遊ぶ時間が減っちゃうじゃない。え？せっかく手に入れた社長夫人ライフを邪魔されたくないんだよね。介護とか面倒ごとに巻き込まれたくないし、そもそもやりたくないし。だからおばあちゃんとは早いうちに縁を切っておきたいの。私の人生にもあんたは必要ないんだよ。そんな、今まで息子夫婦の代わりに育ててきたのに、なのにどうしてこんな冷たいことを言うの？おばあちゃんには感謝してるよ。事故で亡くなったパパたちの代わりに10年も育ててくれて。でも私、引き取ってくれなんて頼んでないよね。あんたは勝手に責任感で引き取っただけだよね。え？おばあちゃんが資産がたくさんあるお金持ちだったらな。そしたらさすがに絶縁はしないであげたけど。でもおばあちゃんって超普通の年金暮らしでしょ。そんな貧乏ばあちゃんに用はないんだわ。なんてひどいことを言うの。私がどんな思いでミナを引き取ったか。バブルで稼いだ資産なんて全部あなたにつぎ込んだわよ。あなたはたった一人の亡くなった息子夫婦の忘れ形見なんだから。やりたいことは何でもやらせてくれたよね。行きたい学校にも留学にも行かせてくれて、欲しいもの何でも買ってくれたし、超便利な ATM だったわ。ATM ですって？私のためにいっぱい貯金を使ってくれて本当にありがとう。でも今や年金生活のしびったれたババアもういらないの。金持ちと結婚するから金欠ババア用済みよ。貧乏年金暮らしは二度と私の前に現れるな。そう、勝手にしなさい。じゃあねー。おばあちゃんの葬式も私は出ないし何もしないから。マジで今日限りで縁も何もかも打ち切るからね。それじゃあ最後にこれだけは言っておくわ。親もいないし唯一の家族の私とも縁を切るんだもの。何があっても戻ってくる場所はないんだからね。そして自分でその道を選んだってことを忘れないように。何があっては戻らないから大丈夫です。私はこれから社長夫人として自由に楽しく生きていくの。それじゃあおばあちゃん元気でね。お宅は一体どういう教育をしていらっしゃったんですか。このままでは息子との結婚は認められませんよ。え？祖母の家で鍛えられたとか言うから期待していたんですよ。なのに蓋を開けてみたら何もできないじゃない。鰹節から出汁を取るのは当たり前のこと。それすらも教育していないんですか。すみません、まずはどちら様でしょうか。私としたことが勢い余って自己紹介を忘れていましたね。私ミナさんの婚約者の母でございます。綾子と申します。向こうのお母様でしたか。どうも初めまして。ミナの祖母でカズ子と申します。この度は素敵なご縁をありがとうございます。そのせっかくのご縁が切れる直前ですけどね。あまりにもミナさんがひどいので連絡させていただきました。息子さんご夫婦のことは私もすでに聞いています。
和子さんは残された皆さんの親代わりになってあげていたんですよね。ええ、私が手塩にかけて育ててまいりました。申し訳ないですけど、最初は皆さんのお育ちを心配していたんです。でも祖母にいろいろと鍛えられたと言うから安心していました。この子になら息子を任せられると思ったんです。なのにこれはどういうことですか。料理はできないし、遊びに行けば部屋も汚いし、洗濯物もアイロンすらできないって言うじゃないですか。こんなんじゃうちの息子は任せられません。すみませんね、うちの孫娘が昔からみんなは家事全般が苦手な子なんです。それに今時の女は家事なんてできなくていいんだ。私は仕事で生きていくんだって小さい頃から言っていたもので、そういうものかと思って最低限のことしか教えていないんです。なんですって。一応私も説得はしたんですけどね、考え方が古いのよって言われると何も言い返せなくて、料理は白米の炊き方と顆粒の出汁を使った味噌汁だけでいい、掃除洗濯は家政婦を雇えばいいという考えの子なんですよ。こんなの全然話が違うじゃない。私は彼女から家事全般すべて厳しく叩き込まれたって聞いたんですよ。え？だから社長である息子の嫁にふさわしいと思っていたんですよ。息子を家庭で支えますって私そう宣言までしていたのに。そうなんですか。どうやら息子と結婚するために出任せを言っていたようですね。一旦主人と相談させていただきます。結婚の話はきっと白紙になるかと思いますが、恨まないでくださいね。恨むだなんてとんでもない。こういうのは縁ですから、うまくいかない時だってありますよ。でもすみませんが、こちらではミナを引き取ることはできません。私はすでに縁を切られた身ですので、ご理解をお願いします。どういうこと。和子さんはミナさんと絶縁していらっしゃるんですか。はい、ミナの方が絶縁を希望しまして、結婚期にもう関わらないでくれと。高齢の私はもうあの子にとって足手まといのようですね。何ですって。あの子ったら育ての親にそんなことを言ったんですか。それにそんな失礼な言葉にあなたも何も言い返せなかったの。おい先短いのは事実ですからね。それがあの子の希望なら仕方のないことですよ。もう！なんてことをおっしゃるんですか。こういう時はふざけるんじゃないわよって怒るべきですよ。年を理由にふざけたことを言うのは許されません。私はですね、曲がったことが大嫌いなんです。突然で申し訳ないですが、本日お時間はありまして、改めて皆さんがどんなお嬢さんなのか直接教えていただきたいわ。今の年金暮らしですし、時間ならいつでも空いていますよ。それじゃあ住所をお伝えしますね。ありがとうございます。すぐに伺わせてもらいますわ。おばあちゃん、やっぱり私との絶縁はかわいそうだから取り消してあげるね。でもその代わり新居に料理と掃除しに来てくれないかな。どうしたのよ突然。もう私とは関わりたくないんじゃなかったの。そうなんだけど、こっちもいろいろと事情が変わってさ、彼との結婚のためにはおばあちゃんの助けは必要なの。どういうことかしら。実は彼と婚約したのはいいけど、入籍までが前途多難で、想像以上に姑ババアが面倒で大変なのよ。嫁なら毎日出汁を取れ、掃除は埃一つ落とすなって口うるさくて。だからおばあちゃんが全部やりに来たよ。そしたら絶縁はもう取り消してあげるから。それくらいみんなが練習したらいいじゃない。仕事に生きるはずが社長夫人の道を選んだんでしょ。これからのあなたの仕事は良き妻良き嫁になることよ。ああ、そんな面倒なこと誰がするか。私は社長夫人として勝ち組の生活を送れたらそれでいいの。毎日旦那のお金で遊んで楽して暮らしていたいの。いいな。もちろんお金ならちゃんと払ってあげるからね。無事入籍したら彼から最低でもお小遣い月30万をもらう予定なの。だからそこからおばあちゃんに家事代行費用を払ってあげる。家事やり放題でダダウンだ。月1万ってのだ。たった1万円。寂しい年金暮らしには嬉しい収入でしょ。それに私とまた会えるようになるんだから最高のはず。
なんだったらあんたがお金を払ってもいい話なんだからね。家事するので税制を取り消してくださいって頭を下げてもいいんだから。なんですって？そこを1万円も払ってあげるんだから。私って最高の孫娘だわ。てなわけで私に感謝しながら早速明日からよろしくね。貧乏生活のババアにまた私のお世話をさせてあげる。また私に会えることに感謝しておきなさいよ。人生の大先輩になんて口の利き方なの。ふざけんじゃないわよこのクソガキが。え、よくもまあ恩のある育ての親に。え、人生の大先輩に向かってなんて口の利き方をするのかしら。勢い余って汚い言葉が出てしまったわ。あなたみたいなとんでも娘を息子の嫁として認められないわ。ちょっと待って、息子だってもしかしたら綾子さん。よくわかったわね。想像以上に面倒な姑ババアの綾子よ。どうもお久しぶり。なんで綾子さんがおばあちゃんのLINE出てくるの。ちょうどお邪魔していたのよ。和子さんから直接あなたのことをお伺いするためにね。私のこと？もう全部和子さんから聞いたわ。あなたの嘘も全部私にバレていますからね。何が厳しく家事全般を鍛えてもらったよ。何もしてこなかったらしいじゃない。それは散々世話になっておいて介護なんてしたくない。もう用済みで邪魔な存在。しかも ATM だなんて言ったそうね。嘘でしょ。本当に全部バレてるんだけど。私のことは姑ババア呼びしてもそんな不義理は許さないわよ。和子さんは優雅な老後生活を犠牲にしてあなたを引き取ったの。年寄りは断ることだってできた。でも周りの声にもめげずにあなたを引き取って育ててきたの。あなたの今までの言動はそんな人に向かってしていいものじゃないわ。違うんです。これはその私とおばあちゃんの仲だから言えるやつっていうか。まあ、婚約破棄よ破棄。あなたみたいな娘は息子の結婚相手にふさわしくないわ。嘘でしょ。そんな婚約破棄だなんて待ってくださいよ。私彼と結婚したいんです。私の息子とじゃなくて息子の彼と結婚したいんでしょ。お金だけじゃないです。ちゃんと彼のことも好きなんです。だから婚約破棄だなんて言わないでください。たかが料理や掃除ができないだけじゃないですか。そんなのが理由で婚約破棄だなんて今の時代ありえないです。たかがじゃないわ。とても大事なことよ。あなたは社長夫人として息子を支えるんでしょ。私そう言っていたじゃない。息子と結婚したら自分が彼の私生活を支えますって。なのに料理も掃除もできないでどう支えるっていうのよ。それはその癒しっていうかマイナスイオンっていうか。バカバカしくて話にならないわね。なんですか。黙って聞いてれば姑だから照れそうに。大体ね、こんな婚約破棄は彼が黙っていませんよ。あなたの息子は私に夢中なんですからね。私と結婚したいと言ったのはあなたの息子なんですから。それなのに婚約破棄だなんて絶対にありえません。じゃあ息子は婚約破棄するって言えばいいのよね。だったら問題ないわ。今隣で息子もあなたとの婚約破棄を考えているんだもの。今隣で実は息子と一緒にお邪魔させてもらっているのよ。そして息子はあなたにドン引き。年長者を敬えない人は正義的に無理だって言っているわ。嘘でしょ。待って、あずしくんもいるなんて聞いてない。あなたの話を二人揃って聞いていたのよ。和子さんの入れてくれた美味しいお茶を飲みながらね。そんなそれにしても和子さんって素敵な方なのね。突然お邪魔したのに家中ピカピカ。お茶は一番茶と二番茶をちゃんと分かっているし、お茶菓子も自分で作っているんですって。生八つ橋は久しぶりに食べたけど本当に美味しいし、おばあちゃんの得意なやつ。これだけ立派な育ての親がいてこの低たらくの孫娘だもの。和子さんは何も悪くないわ。きっとあなたのレベルが低いだけね。どれだけ高級で栄養満点な水を与えても所詮雑草は雑草なのよ。きらびやかな花なんて咲くわけないわ。雑草やばいですって。正式に婚約破棄させてもらうわ。もちろんこれは息子の意見でもありますからね。それじゃあ後ほど改めて連絡させてもらいます。最悪だよおばあちゃん。マジで婚約破棄を宣言された。私と結婚したくないって。昨日の今日で婚約破棄だなんて早いわね。でも私はそんなの絶対
対に嫌だし、頑張って頭を下げたの。そしたらね、どうしても結婚するなら条件を出すって言われてね、あたしくんと結婚するなら完全同居が絶対だって。あら、同居？しかもね、同居中はお小遣いもないんだって。嫁は誰よりも早く起きて誰よりも遅く寝ろっていうの。それを毎日365日続けろって。もちろん家の家事は全部私がやらなきゃいけないし、将来の介護も私がやれって、こんなひどい条件をつけられたんだよ。今時珍しい同居条件ね。嫁は家族のためだけに生活しろってありえなくない？今令和だよ。マジで時代錯誤すぎて無理なんだけど。ああ、でもね、私たちの時はそれが普通だったから何とも思わないわね。え、私の味方してくれないの？可愛い孫娘が姑なんかにいいように使われちゃうんだよ。言うなら婚約破棄すればいいだけじゃない？向こうは今のあなたの現状を見て条件を出したのよ。それに難癖をつけるのはおかしいわ。なんでそんな冷たいことを言うの？いつもに優しいおばあちゃんなら私のために怒ってくれると思ったのに。だってもう絶縁しているんだもの。え、だからおばあちゃんを応援することしかできないわ。頑張ってね、みんな。むしろ立派な嫁修行をさせてもらえることに感謝しなさい。感謝って無理だよ、こんなの。せっかく社長夫人になれると思ったのに、楽して贅沢三昧できると思ってたのに。ねえおばあちゃん、私そっちに戻ってもいいかな？婚約破棄したらそっちに帰ってもいい？ダメに決まってるでしょ。絶縁した子は家に入れません。そんな。それじゃ精一杯頑張るのよ。天国のお父さんとお母さんに恥をかかせないようにね。その後、ミナは覚悟を決めて向こうのご実家での同居を開始したそうです。とりあえず入籍はせずに、しばらく同居してから判断ということになったそうですが、なんとたった3日で根を上げて失踪してしまったんだとか。それっきりミナがどこで何をしているのかは何も知りませんが、きっとどこかでたくましく暮らしていることでしょう。ちなみにそれからというもの、私はすっかり彩子さんに気に入られたようで、お茶友達になりました。言葉がきつい時もあるけれど、古風でとても素敵な人です。私のお茶菓子もキラキラした目で美味しい美味しいと食べてくれて、彩子さんには悪いけど本当の娘みたいに思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。